精進総合の野村大輔です。今日は吹き味噌を使った風呂吹き大根を作ります。風呂吹き大根というのはもともとは漆塗りの職人さんが漆風呂に大根を茹でた研ぎ汁を撒いていた後に残った大根に味噌をつけて食べ始めたというのが始まりだそうです。大根はちょっと厚めに剥いてください。繊維が残っていると口触りがどうしても悪くなります。この皮は後で野菜の出汁を取るときに使うので取っておきます。次は面取りします。で、面取りをした方がやはり見た目もソフトな感じになるので柔らかいお料理の感じになります。面取りをしたら次に隠し包丁を入れます。少し深めに表面は縦で裏面はこう横に入るように隠し包丁をしていきます。こうすることによって火の通りが良くなるということと食べるときにお箸で切りやすいという。はい、では米の研ぎ汁で戻していきます。米の研ぎ汁を使うとお米の酵素で柔らかく大根の色も白く仕上がります。落とし蓋をして戻していきます。竹串で大根刺してスッと通るようになったら一度水にさらします。では沸いてきたらこれをざるの上に切り上げます。こうして切り上げておくと水蒸気で余分な水分が抜けて水っぽさが取れて嫌な匂いも取れます。大根を軽く下味をつけておきます。昆布だしと野菜のスープを割っただしです。でさっき剥いた大根の皮もこの中に入れて大根の味も出しています。でこれにほんの少しですね塩さっき切り上げた大根を入れて軽い下味をつけておきます。水っぽさがなくなる程度の味付けです。でこれは、5分ぐらいポトポト炊いておきます。でその間に吹き味噌を作ります。まず吹き味噌は油で炒めて味噌を混ぜますけれどもどうしても色はなくなってしまいます。なので今日は半分はフライパンで味噌と一緒に炒めて、で残りの半分は一度油で揚げてすぐ冷ましておくことによって吹きの色を保ったものと最後両方合わせるという手法を使います。炒める吹きを刻んでいきます。それともう一つですね、吹きのとうを揚げていきます。ちょっとじっくり中まで火は通すのでややちょっと低めの温度で入れていきます。あと色ムラにならないようになるべくかき混ぜてください。それでは火が入ったところで油から揚げます。油から揚げたら水の中に落として、なるべく色を保っています。火の通ですね、ごま油をひいて炒めていきます。こっちのこの生の火の通はなるべくよく炒めて火の通の香りを出していきます。炒めてると春の香りが。で炒まってきたので、お味噌を入れます。このお味噌は白こし味噌に、お酒とみりん、砂糖を足して、味付け直して塗り上げたものです。ふきのとうも味噌も、油が入るとコクが増して、ぐんと美味しくなります。これでだいぶ味噌とふきのとうが馴染んできたので、仕上げに油で揚げたふきのとうを入れます。でこれはあんまり色が飛ばないようにひと混ぜしたら火を止めます。味噌をかけて、仕上げに上に山椒を小山椒を振ってふき味噌の風呂吹き大根の完成です。次の料理人はこちらの方です。